札所巡りが便利で楽しくなる。スマートフォンの無料アプリ愛巡礼帳シリーズ、四国88箇所、材木33所、秩父34箇所の3つのアプリ、各札所の参拝情報、アクセス、札所ナビ、豆知識、周辺情報も充実。札所にチェックインすればご本尊のスタンプが押され参拝を記録。四国88箇所と秩父34箇所版では般若心経の音声を聞くことができます。詳しくは WSTV のホームページをご覧ください。船形山城址から普門寺峠を目指します。土塁が築かれたような形になりますね。門司峠を目指します。自然歩道大野43では、もう少しです。頑張りましょう。尾根ですね。
か。ここが峠かな。360度回ってみました。ここが不問寺峠ということです。左へ行けば石巻山が8キロ、亀峠が 2.5 キロ、今来たところで伊毛湿原が 3.3 キロ、仁川が5キロということです。そして不問寺が 0.6 キロ。それでは不問寺を目指します。あと0.6 キロということで、落ち葉がこういう左道ですので滑らないように 0.6 キロ、600メートル下りの道になるようです。帰っていますとこういう景色になっています。道は、コンクリート製の丸太と杭で整備されています。立っていくと思います。表情厳しい傾斜には多いんですが、ロープもあるので中に入っていかないでねということですよね。
斜面になってるでしょうか。風もほとんど今までの風が嘘みたいです。風もありません。一度振り返ってみますと、こういう道です。朝がきついんで、行ってくるだけの息切れがします。かなりハードな下りの道です。すぐ行くと元堂跡ということですか。で、右へ行くと現代のお堂。とりあえず元あった堂跡を訪ねてみましょう。説明版、元同士、なるほど。不問寺旧境内の遺構は2つの本堂の跡を中心にした平場群から構成され、
文献に現れる西谷と東谷に相当すると考えられます。元同士は東谷の本堂跡で平安時代末期に造成されました。現代の姿は江戸時代初期に改造されたものですって書かれてますね。元同士の池、この池は谷をせき止めて作られていますと。周りから水が流れ込み一年中枯れることがありません。周りの石組みは、護岸は北側には小さく小型の石が、南側には巨石が使われています。発掘調査によって南側は平安時代の末期の石組み、北側は江戸時代新たに追加されて石組みと判明しました。薬師は楼門客殿があるとこちらの地震は門地に至るとThank you.
ロープ張られていなかったらなかなかわからんでしょうね。どっちの道か。平場は不問寺旧境内の中では決して大きくはありませんが、とても残り具合がよく平坦な形が分かりやすいものです。東谷という組織を構成した防音軍の平場がたくさんあります。